かつてのセンター試験にあたる大学入学共通テストが明日から始まります。明日に控えた大学入学共通テストを前に、受験生がテスト会場の下見に訪れています。大学入学共通テストは明日から2日間全道27の会場で実施されます。試験場の一つ北海道大学では明日に向けての会場の準備が進められました。すごい緊張します。やっぱり人生すごいかかってるんで、とても今緊張します。北大のキャンパスがすごい広くて、で受験生の人たちもいっぱいいたので、いよいよだなって感じがします。やるしかないです。頑張ります。大学入試センターは体調不良の場合は無理をせず、今月末に予定されている追試験に回るよう呼びかけています。